ジョバンニカラーラヒメネスは、ベネズエラアンソアテギ州エルティグレ出身の元プロ野球選手。1990年にトロントブルージェイズと契約し、プロ入り。1995年にメジャー初昇格し、12試合登板、2勝4敗、防御率7.21の成績を残した。1996年途中にシンシナティレッツに移籍。1998年に、 西武ライオンズに入団。先発要員として入団も早々に中継ぎに配置転換。中継ぎとしても結果を残せず、同年限りで退団した。1999年にシンシナティレッツに復帰し、コロラドロッキーズに移籍した2000年に3年ぶりにメジャーでの登板を果たした。ロサンゼルスドジャースに移籍した2001年からは中継ぎ人の一角として、 フル回転し、所属チームを移りながらも2006年までの6年間で280試合に登板し、26勝11敗4セーブ45ホールドの成績を残した。2006年開幕前の3月に、第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。2007年からは、メキシカンリーグのカンペチェパイレーツ、その後は2009年までイタリアのカフェダネッシ、 ネットゥーノでプレイした。現役引退後の2015年には WBSC プレミア12のベネズエラ代表の投手コーチを務めた。チェンジアップ、スライダー、カーブなどの変化球に速球を加えたコンビネーションを武器とした。ありがとうございます。